井です。今回は、ミックスボイスについて、今回は、ダブルボイスについて解説していこうと思います。で、今回紹介するダブルボイスは、小五流のダブルボイスになります。でですね、一つ注意点があって、まあ、ダブルボイスは皆さんご存知の通り、ミックスボイスを使うんですけど、ミックスボイスは、自力で頑張ってねっていう。はい。これだけはどうしようもないんで、まあ、ヌシの実体験は後で話すんですけど、ミックスボイスだけは自分で攻略してねっていう感じです。はい。ではね、早速やり方解説していきたいと思います。あれっつら、こう。まずはね、ステップ1から解説していきます。ステップ1、ミックスボイスをできるようにする。これは先ほども言った通り頑張っていただくしかないんですけど、ヌシの体験談を話しますね。ヌシがミックスボイスをできるようになった時って、裏声に地声を足していったら、ミックスボイスになったんですよ。これ結構、歌うまくなりたいよとかっていう人は誰でも通る道だと思うんですけど、はい、俺もそう思ってたんでね。これはね、マジで、運よくできちゃったみたいな感じなので、ちょっとここでね、補足の動画を入れたいと思います。でですね、実際に習得した時の方法は、まず裏声出しますね。裏声を出して、でそこに、なんて言うんだろう、エッジボイス、ボーカルフライを、少しずつ混ぜていくっていう方法で、俺はね、ミックスボイスを出しました。まあ、実際にやると、まあ、汚いけどこんな感じの声が出ます。これはね、まだまだ歌では使えない声なのでね、本当ダブルボイスをやるようでしかないんですけど、仮、ミックスボイスはこれで出しました。これ助けにもならんけど、まあ、その二つの声を、徐々に、噛み合うところをすり合わせていって、できた声っていう感じなので、根気強く粘ってみてください。はい。で、ステップ2。裏声とミックスボイスを、瞬時に切り替える。まあ、はい。これだけなんですよね、マジで。なので、ミックスボイスさえできれば、もう、ほぼできたようなもんなんですよ、これは。まあでも音程取ったり、ビートの中に組み込んだりっていうのはめちゃめちゃ難しいのでね。ダブルボイスができる方全員が思ってることだし、あとはね、ショウゴさんとかも、なんか自身のね、ワイルドカードについて語る動画でも音程がかなり取りにくいっていうことを言ってたのでね。まあそれを使いこなすっていうのはさらなる努力が必要かなと、個人的にはそう思ってます。ここからね、応用の話をしていくと、トリプルボイス、クワトロボイスですね。トリプルボイスは、ダブルボイスを出した直後に喉を続けばできます。うん、こんな感じ。あんま綺麗じゃないけどね。で、クワトロボイスは、それをやった上で、引き声を足す。やばいね、これ俺がやるとやばいわ。うん。なんだけど、まあ、うまくやれば、それでクワトロボイスができるよっていう感じです。まあ、みんながね、思ってる以上に、結構単純な仕組みになっている、技なのかな、とは思います。以上ですかね。特に説明することもないんだよな、本当に。ミックスボイスを本当に頑張って習得していただきたいですね、とりあえず。それさえできればほぼできたようなもんなんですよ、マジで。これはマジで。なのでね、ぜひ、いろんな動画を撮って、自分に合うやり方をね、探して、ミックスボイスをまずは習得して、で、ダブルボイスをしていただければなと思います。はい。ということでね、講座動画はメインで上げてるんですけど、それ以外にもいくつか動画上げてるのでね、ぜひ気になる方は見てみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。